Hey guys, it's Kay from Asian Boss. Apparently, there's tens of thousands of what's known as hostess clubs in Japan, and it's so easy to spot them because there's street signs everywhere. They found in a survey that one in four Japanese women looking for work has experience working at hostess and other similar clubs. So what is a hostess club, and why are they so mainstream in Japanese culture? We're gonna hit the streets of Tokyo and find out what Japanese people think. Hostess club とかキャバクラとかどういうものなのかちょっと教えていただけないですか？酒飲んで若い女の子とお金を持ってるおじさんがお話をする。サラリーマンとか会社帰りの人たちに対して女の子が隣に座ってそのカラオケだったりとかお酒を作って提供したりして癒しの時間を与えるみたいな。なんで日本ではこのホステスクラブとかが、まあ、キャバクラとかそういうのがメインストリームになったと思いますか？罪悪感が多分そこまでないんじゃないかな。例えば体を触れ合ってるわけでもなくていやらしいことをしてるわけでもなくてお酒飲んでるで話してるだけだから公で、まあ、他の女性既婚者の方が会話するってことが機械的にないから、まあ、そういう社交の場として行くことによって機会を得る。でもホステスクラブでは実際会話をするだけなんですよね。だけですね。だけですね。だけどやっぱこう女性が行って一緒にそこで盛り上がってもらう、男性が話す会話に一緒に楽しんでもらえる、やっぱそういったところがやっぱ日本人好きだったりするんじゃないですかね。どういう人が多いんですかね、行く人って。サラリーマン系とか、いいところだったらそれこそ社長とかそういうクラスじゃないですかね。企業のオーナーさんとかが経費を使って行かれたりとか、芸能人の方がとか、あとホストクラブのホストの方が逆に行かれて。一般的なホステスクラブの費用ってどのくらいなんですか？1万から、まあ、上はまあ何十万もするものもあると思うんで。まずでも大体ボトル買ってもらって時間制でいくらってかかって、であとは女の子の指名代。まあ顧客の中には性的行為を求めて行かれる方って多いと思いますから、まあ、うっすらとはみんな期待してるんじゃないですか、やっぱりそこは。だお店では許容されてないけれども、そこでまあいくらかの関係性を持って LINE のまあ ID 交換したりとか。外国人の人から見たら多分不思議だと思うんですけど、なんでじゃあ直接風俗に行ったりとかしないんですかね。そしたら家庭を楽しむ。そう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 、多分そこが日本人だと思う、うん、なんかゴールまでを楽しむみたいな。そういう風俗業よりも、まあ、ホステスさんとかの方が見た目がしっかりしてるっていうか、頭も良くないとちゃんとできないみたいなことを言ってたので。私の母親が言ってたのが、水商売してた人を部下に持った時にその子の機転の利くのがすごかったっていう話になって、だからむしろその東大とか京大とかすごいいい大学の子たちよりはいいと思うよ今の時代は、みたいな話をしてたから。ホステスクラブに行ったらそれって浮気になると思いますか？そう、接待とかその会社の人に無理やり連れて行かれてとかだったら、まあまあまあ仕方ないか、ないかなとは思いますけど。思わない。思わない。付き合い、うん、飲みすぎたりとか逆にそこで口説いたりとか通うような感じだったらちょっと嫌だけど、浮気にはならないと思います。でもまあある味方にとってはやっぱりあの女性の思う気持ちなので、やっぱそういったところに行ってほしくないという女性であればそれはもう浮気になるかもしれませんし、自分の彼女とか、まあ奥さんとかがホステスの経験があるっていうのが分かったとしたら、それについてはどう思いますか？まあ、そうなのかっていうちょっとがっくりした気持ちにはなるんですけど、まあ、でもまあそれは過去は過去として、まあ私は全然気にしないですけどね。ホストホステスイコールあんまりなんかね良くないみたいなイメージがあるから、そういうところ働いてるって聞くと、なんかあんまりいいイメージはないかなって思います。まあ、過去だったらいいんじゃないですか。今だったら絶対嫌だ。昔だったらまあ別にしょうがないんじゃないですかね。その現在進行形だったら、まあ、状況そんな金困ってんのかっていうとこ聞いて、理由というか場所とかその次第では
まあ、別に許す受け入れるじゃ受け入れる。なんかあるアンケート調査によると仕事を探している4人に1人の女性が、まあ、水商売とかの経験がある、まあ、体験をしたことがある。それって性格だと思いますか？あでもそうなんじゃないですか。やっぱ時給がいいし、1回水商売とか経験しちゃうと本当にそれこそ普通のバイトとかアホらしくなるので、自分のキャリアで過去にそういうことがあっても隠したまま次の仕事にはつけると思うので、トータルで見た時にありえるのかなっていう。ほとんどしたことあると思ってるけど、気軽さはあるかもしれない。なぜこれだけ多くの女性が、まあ、ホステスなどの仕事をすると思いますか？おそらくですが、日本の女性の、まあ、労働における賃金っていうのは相対的に低いんですね。お金だと思います。お金とか、あと経験としてみたいな、どんなもん、社会勉強みたいな。いるいる。普段は普通は自分たちが普通に生活してて出会えないような会社のお偉いさんとか、そういう人と会えるし話せるっていうのもお勉強になる。学生である身であれば、あの学費を払いながら、あの学校に通うって人もいるので。ちなみにそういうのって時給いくらもらえるんですか？そんなにいいもんなんですか？2000円ぐらいじゃないですか、ね、2000円、2000円とか3000円とか、確か2000、3000円、はい、で日本の普通の給料はだいたいどのぐらいですか？アルバイトも1000円ぐらい。まあ、僕はいつも疑問に思うんですけど、例えばこういう文化を見ながら、まあ、子供がこうやって育っていくわけじゃないですか。日本とかって例えばどこの駅に行っても何かしら何かあるしっていう状況、それについてはどう思いますか？それは子供を持つ親としては非常に良くない状況だなとは思いますね。ただあまりにもありふれすぎていて、こういうところに子供が身を置かないように親として教育をみんなしていっているのではないかなと思いますので、いいとは、ね、そうだね、言えないかな。子供が来たらあまりやらせたくはないですし、やってほしくない、ね、うん、できればそうですね、やってほしくないなとは思うけど、まあ、やりやすい環境であるかなとは思います。